YouTuber とかテレビに出たら喜んでますよ。お前さ、だってテレビのギャラいくらなの？こんな何時間も拘束されて、まあ、動画一本撮ったらさ、何百万になるじゃない、なんでテレビなんか出てんのって言うと、いやーなんかテレビに出ると嬉しいんですよねとか言うんですよ。いやだからやっぱりそうなんですよ。 YouTube ってのは一人テレビ局とも言われてね、それはそれで大変なメディアだと思うけど、何言われたってテレビの何とも言えないファンとした良さがあるんですよ。だからこれは息づいていくだろうなって思いたい派、とにかく僕はファンタジーだと思ってるんで、うん、あ俺の言ってることが、あそうじゃなくてみんなが思ってることが、うん、ファンタジー共同幻想なんで、だから共同幻想を持ち続けたいっていう、うん、あそういうこと、うん、共同幻想で思ってんなと思うのを見ながらビジネスをしたいですよ、うん、だけどその共同幻想を買おうとしたわけだから、そうです、共同幻想のカフェを持って、そうだからもう最たるもんですよ、堀江さん。だからサンジャポとかたまに出るじゃないですか、うん、もうクリスマスのサンタクロースの格好してる二重三重にファンタジーだよ、ミュージカルとかやっちゃったら本当にさあ、そういう時だけ出てる。